えいえ。グループ、レスリング、樋口玲選手とコラボした、ゴッタビー。MV を公開10月9日にリリースしたセカンドシングル、ゴッタビー読みに柄ビーが、5月にリリースされたデビュー、シングル、えい、ビギニング、に続き2作連続でオリコン週間シングルランキング1位を獲得し、聖意に乗るえいえ。グループが、パリゴリンレスリング男子フリースタイル57キロ級金メダリストのひぐ玲選手、ミキハウス、とコラボレーションした、ゴッタビーのミュージック、 ビデオを公開しています。ゴッタビーの制作タイミングだった今夏世界を感動に包んでいたパリゴリンで、えいえ。グループと同じく関西出身でメンバーと同世代でもある樋口選手、28の活躍は目を見張るものがありました。樋口選手はリオゴリンで銀メダルだった雪辱をパリゴリンで見事に金メダルを獲得して、晴らした、不屈の精神力を持つアスリート。今回のコラボレーション MV は、 夢見た姿になるために頑張り続けている人へ送るエール、ソングである A へ。グループ、ゴッタ B の楽曲の世界観と、樋口選手の諦めずに夢を追い求める姿がリンクすると感じた制作サイドからのオファーを受けて実現したものとなります。MV は、樋口選手のこれまでの苦悩や努力、その幼少期からの歩みの貴重な映像とともに、ゴッタ B が織りなすエモーショナルな熱量あふれる映像作品。樋口選手は、めちゃくちゃかっこよかったです。 小中学生の頃の映像から直近のものまで編集していただき、自分のレスリング人生を振り返っているようで、すごく熱いものが心の内から湧き出てきました。このアップテンポな音楽と、歌詞にある、きっと空ごとはいつかまさを超えてく、の部分にすごく共感しました、と感想を述べ、えいえ。グループに向け、僕も試合前は音楽を聴きます。音楽の力は、すごくパワーになります。 その力をスポーツを通して勇気や感動を応援してくれている人たちや今の社会に少しでも届けていければいいなと思います。本当にかっこいい、背中を押されるような素晴らしい楽曲でした、と共感を込めてメッセージを送りました。また、えいえ。グループの正門義則は、樋口選手のおかげで僕ら5人だけではたどり着けない新しいメッセージや思いがまた一つ、楽曲に増えた気がします。音楽が持つ力の壮大さを改めて感じました。 そしてこれから手に取っていただいた皆さんの人生やバックボーンが乗りそれぞれ新しいドラマやメッセージがこの楽曲にたくさんさんまれていくと思います。どうか手に取っていただいた皆さんにとって最高の応援ソングになりますようにと気持ちを語っています。